新米食堂。ねえ秋山くん、はい、こんなものが話題になったの知ってる？なんでしょう。はあ、ピーマンのめんつゆバター。いやこれね、ピーマンをめんつゆとバターで炒めた簡単メニューが、うわ神とか記事になるわ、 YouTuber は作ってみたをあげるわの大盛り上がりですよ。そうなんですか。増えじくない？ギマ食堂もさ、食堂なんだからさ、簡単レシピとか紹介してバズりたくない？ねえ俺もピーマンでバズりたい、バズりたい、バズりたい。ちょっと待って待って、ピーマンでバズりたいの？だったらピーマンでなんかうまい、聞いてますか、聞いてますか、あのピーマンでなんかうまいやつとか知らないですか？いやあのね、そんな簡単に言うけどさ、あるね。いやあるのかい。無限ピーマン解説しよう、はい、無限ピーマンとは、ピーマンとツナと鶏ガラスープの素とごま油、ごまを入れてチンするだけでピーマンが無限に食べられるほど美味しいと、すでに数年前に話題を集めた伝説のレシピなのだ。数年前じゃん。でこれをベースにうまいレシピを考えられれば無限超えていけるってことよ。無限の彼方へさあ行くぞって感じよ。インフィニティアンドビヨンド。はい、ということで今日は無限ピーマンを暇食堂流にアレンジしたレシピを作ってみて、どれが最もインフィニティかを決めようじゃないかという、名付けて最強の無限ピーマン決定戦。エントリーナンバーワン、ノーマル無限ピーマン。はい、こちら基本ですね、5ミリのですね輪切りにしたピーマン5個と、油をよく切ったツナをですね、こう耐熱皿にぶち込んで、ぶち込んだよ。そう、そんでごま油大さじ1、鶏ガラスープの素小さじ1、はい、塩少々混ぜてレンジで2分チン。これだいたいね、大人2人分の量なんで、まあ1人で作るときは調整してください。はい、してください。さあ、というわけで早速試食していきましょう。できたものがこちらです。おお。はい、食べよう。てか俺も食べるよ。取ります。そう、うん、合う合う合うよね。柔らかいピーマンもこれ柔らかいから、うん、そのなんていうの、なんか歯ごたえがあった方がいいっていう人もいるかもしれないけど、うん、俺はこのピーマンとツナの柔らかさが同時に噛み締められる感じが好き。子供の子って子供だね。子供孫ですか？孫ですよ。孫子供の子は孫です孫もさ、はい、ピーマン苦手な人って多いじゃん子供、うん、そうね、苦いって息子も多いと思うけど、はい、でもさ、これだったらさ、子供の子でも食べれそうじゃない孫でも、まあそうですねエントリーナンバー2、無限カレーピーマン。これがですね、さっきの無限ピーマンのツナを抜いてカレー粉をかけたものです。ツナを抜いてカレー粉。はい、ちょっと食べてみて。あ、いただきます、うん、どう、孫いけそうじゃない？うん、うん、これも食べやすい。カレーの辛みもあってで、ピーマンの独特の苦みが少し和らぐというか、なんかさ、もはやもうこれでカレーじゃない？もはやカレー、うん、エントリーナンバー3、エントリーナンバー3なんでここだけ急に3になったのと思った人みたいだったナンバー3みたいな。どうもナンバーです。ナンバーです。はい、はい、エントリーナンバー3、ゴーゴーマッソーニンニクマン。筋肉…あ、ニンニクマンね、めいめいれんたろニンニクマンです。ニンニクマンです、はい、はい、ということで、これはもう本当にそのそれこそツナがなくて、はい、ガーリックパウダーをかけたものです。シンプルですね、シンプルです。まあちょっとね、あのめいめいのせいでピーマン感がだいぶ消えてしまいましたけど、どうですか、もう本当にシンプルな感じね。やっぱ共通して言えるのは、うん、ピーマンのその子供たち、子供の子とかが嫌いそうな苦味がちゃんと消えていく感じあ、何にでも合うみたいな、ね、やっぱだから肉詰めとかね、やっぱ、うん、あ、肉詰めピーマンね、なんていうの、ピーマンってコラボメニューが多いのかな。食べさせてよ。はい、エントリーナンバー4、無限七味マン。ピーマンですらないじゃん。いやもうマン、ね、マンが残ってる、ね、これね、辛いって噂だから気をつけてね。これはあれですか、一気に辛いから一気にいって、一気にそれ全部一気にいって、もう振りにしか聞こえないんですけど、ね。じゃあ一気に、はい、さあいかがでしょう。そうね、今までの子供の子が食べるのとちょっと違う大人向けの子供の子は食べれないよね、きっとね、うん、これね、ヒマとかがだから、うん、お酒と一緒に食べそうな、あ、よくわかってるね、おつまみ感が、うん、うん、ああ辛いっすね今日は口から出さないんですか？今日は大丈夫です。あ、暇食堂はご飯出しちゃダメです。次行きましょう。こらこらこら、俺レインボーやめろ、見せられないよ。エントリーナンバー5、無限うめえマン。梅干しと、はい、はいはいはい、梅をかけまして、あ、なるほど、はい、無限梅マンです。今さ、ちょっとお口辛くなってるでしょ。はい、辛いです。ちょっと今こそこれ食べて、これ、じゃあ酸っぱ苦いみたいな感じになるんですかね。お口さっぱりしない？いや、酸っぱい方が苦手かもしれない。そうだよ、酸っぱ。じゃあこれは俺が食べるね。これはね、梅好きにはたまらないですよ。これもでもあれですかね、お酒に合う方なんじゃないですか。俺はなんかお腹いっぱいになった時にこれが食べられる。だからご飯を食べて、無限梅マンを食べて、ご飯を食べてっていう、永遠にご飯が食べれる。なんですかそれ、チートメニューじゃないですか。すげえチートメニューですね。これはね、ほんと
はい、というわけで今回はね、はい、この、まあ、無限ピーマンも入れて、うん、全部で、ね、5個メニュー用意してみましたけど、今何食べてんの？カレー。子供口。うまい。レンタロウ的ナンバーワンはどれ？レンタロウツナ好きでしょ。うん、なんていうの？でもツナだったら暇食堂のオリジナルがないから、要素がじゃあダメじゃん、なんか決めておかなきゃいけなかった。違うのでいいなって言って。じゃあそうですね、うめえまんかな。嘘だろ嘘つかないでよ。うめえまんなんで嘘つくんだよ。うん、ちょっともう一回食べてみます。はい、うん、マジうめえ。はい、というわけでレンタロウの一番好きな無限ピーマンは普通の無限ピーマンでした。まあ俺はどれも好きなんでね、まあ、決められないかな。酸っぱ。いや嘘だろ。はい、というわけでこのね無限ピーマン、ピーマン切ってレンジでチンするだけだから、はい、簡単にできるし、いっぱい食べれるし、はい、しかもこうダイエットにもきっといいからね、はい、だからぜひみんなピーマン作ってみてください。よー、はい、ドドーン。やった、最後当たったよ。ドドーン。暇食堂。